こんにちは、衆議院議員の高橋千鶴子です。県議会議員の石川翔です。今日は、山形県小国町、もうちょっとすると新潟県の村上市に着くというところまで来ています。昨年の水害で被災をした米坂線、 JR 米坂線を復旧させようということで沿線の自治体にご挨拶をしてまいりました。翔君、今日一日どうでしたか？いろいろ話を聞いてきましたけれども、やっぱり鉄道がないことで本当に不便だという話がたくさんありました。高校生が高校に通うのにも、バスで今通っているわけですけれども、そのバスの時間がうまく合わなくて、結局お父さんお母さんが送り迎えをしているとか、それからこれも改善されたということでしたけれども、バスの定員に高校生乗り切れなくてバスから置いて行かれてしまったという話もありました。やっぱりこう鉄道がきちんとあるということが、若い人にとっても、もちろん高齢者の皆さんにとっても、地域にとっても必要だと思いましたので、米坂線の復旧に向けて力を尽くしていきたいと思います。はい、復旧まで86億円かかるそうです。でも斉藤国交大臣が吉村山形県知事に対して、まず復旧ということを昨年約束しています。それを確実にやらせること、そして石川翔県議がお話をしたように、地域で本当に大切にされている鉄道の良さを改めて振り返って、継続をさせていくこと、そのために一緒に頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。